テンチムのスキピはまあ僕が人のことあんまり言いたくペラペラ喋るタイプじゃないんで、まあ、言,言えないです、えー、大体、ね、あの男にも女にもモ、ね、テないやつってペラペラ,ペ,ラペ,ラペラペラ言うやつなんですよ僕結構秘密主義なんでいろんなこと知ってますけど、まあ、いろんなこと知ってるんですけど、えー、は言,言いません、はい、本当に口軽いやつってどこ行っても言うんで、はい、自分のことをこれお前だけに教えるよみたいなこと言われて聞くじゃない教えてくれる人いるじゃないですか大体、誰にでも言ってるんですよやつ、はい、気をつけたほうがいいです。 <laughs> えーえー、ぶっこうな人も、ま、正直にやった芸能人やインフルエンサーを教えてくださいん、まあ、これはです、ね、やっぱ名前を出すとです、ね、かなり失礼になるのともし,、ね、今後いいもし今後、そういう関係になったとしてもあ,あいつ、言うやつだと思われたらそういういいになれなれんですよあの皆さん、ね、これ別にインフルエンサーだからとかじゃなくて男の人が一番モテない一番モテない、ね、パターン、特徴があるやつってどんなやつかわかります それはね、やったことをペラペラ言うやつ。あのキャンバ嬢とやったよとか、あのことやったよって、もう言いふらすやついるんですよ、自慢みたいに。それが一番モテない。本当に。一番ダメなのよ。本当、これを見てるやつ覚えといた方がいいよ。秘密主義の人が一番ね、モテるんで。はい。なので、正直にやった芸能人、インフルエンサーは言えません。はい。言えません。でも、まあ、一つだけ答えるとするならば、まあ、僕たちインフル、インスタグラム上がりなんですよね。 僕って、まあ、インスタグラムをすごい最初、一生懸命頑張って、ツイッター、ユーチューブやってるんで、インスタが一番、こう、歴が長いんですよ。まあ、そういう意味では、インフルエンサー多いですね。はい。それだけで勘弁してください。はい。はい。なんでね、そうあの女性の話なんですけど、本当に、えっ、ー、と、やったことをペラペラ言うやつは、男は一番だめです。そういうやつが一番モテません。もう、口とあそこは硬い方がいいです。それを覚えていってください、今日皆さん。口とあそこは硬い方がいいです。はい。 一番モテない本当いるんだよキャバク,クラとか行って女の子ついて「あお前俺とやったよね」とかいうやつ一番モテないですアウトですね退場ですはい。